大学があることで有名なこの小さな町にホワイトソックス参加の 1A チームがある。市民の楽しみやスポーツ、春と夏は野球一色となる。5年前に完成した球場は 1A クラスで最も美しいスタジアムと言われている。収容人数は5200人、年間の入場者は20万人を超える。長嶋さんがマイナーリーグを取材するのは初めてのこと。突然のプレゼント、ミスタージャイアンツの始球式にアメリカのファンも大喜び。ベンドホワイトソックスは中西部リーグに所属しており、3年前にチャンピオンシップで優勝。これは 3A のバンクーバー、 2A のバーミンガムと合わせてマイナーリーグの三冠王である。そうですね、まあ、日本の野球の場合はマイナーリーグと言いましても2軍だけですからね。ですから根底的に、まあ、組織が違うわけですね。特にメジャーリーグは各チーム平均しまして4チームないし5チームは皆さん試合下で抱えておりますしね。ですから当然選手の層も厚いし、その選手層の厚い中でこうやって実戦を変えながら技を磨いて、非常にこう筋金入りの選手たちが今こうやって世界にいるわけですからね。だからひとたび力をつけて自信持てば、どん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 メジャーリーグに上がっていく夢がですね、さらにこう膨らむ、そういう時間を彼らは今こうやって毎年送ってるってことですよね。それでもアメリカは広い。小さな 1A チームからメジャーリーグへと成功する選手は稀だ。ここサウスベンドからメジャーに昇格した選手は最近2人だけ。その一人、スコット・ラディンスキーは57年ぶりのメジャーリーガーになった。現在はシカゴ・ホワイトソックス抑えのエース。Great people out there. Keep supporting the team. It was great, great stadium, great crowds, a lot of friendly people. They took care of us and it's a great place to play. I want to thank them.